今日は先週この間買ったですね、14日に買った耕運機でもう一度ここを耕運しました。ちょっと残ってるサンチュと、サニーレタス、そして小松菜の種を植えていこうと思います。小松菜はもう直撒きでいこうかなと思ってます。マルチなしでこのまま植えていこうと思います。これですね、ちょっと残ってるんで百姓農園さんに教えてもらった通り水に3日に1回つけた感じですね。ちょっと密植ですけどいいかなと、出てきたもんだけ食べれたらいいかなというぐらいの感じで向こうに参入れます。こっちがチマサンチュで、この辺はサニーレタス、この辺ちょっと余った白菜にしてます。ここ少し余ってるんでね、小松菜とか大根とかそういったものをここに入れていこうかなと思います。ババッと巻くような感じでね、ちょっと遊びみたいな感じでババッと巻いたやつがちょっとどうなるか混ぜてですね、ここにねバッと巻いて巻いたろうかなと思ってます。しゃもじ時なし効果、これはコメットです。こんな大根かこれで一回試しでやってみます。で正直ここに何生えてくるかは、あの中で何かが生えてくると思いますけど、雑草が生えてこないんで最近は、まあうまいことできてきたらなと思ってます。